ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-299 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-299。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。SCP-299 個体により形成された200メートル四方の森は、砂漠の地下に建設されたドーム型生物収容施設、エリア299において収容されます。収容施設外において発見された SCP-299 個体は、すべて焼却処分してください。実験時を除き、いかなる植物も SCP-299 に接触させないようにしてください。SCP-299 の蔓延が確認された地域はクラス8の危険地帯に指定し、焼夷弾を用いた爆撃を実行後、4週間の監視を行ってください。これらの工程を経た後も蔓延が拡大し続けた場合、周辺地域に存在する動植物を含む全ての物質を焼却処分してください。説明。SCP-299 は、特徴的な鋭く尖った黒い枝を持つ、樹木に類似した外見を呈する未知の生物です。発見時に行われた調査により、SCP-299 個体は、根により隣接する他の個体と繋がっていることが判明しています。また、SCP-299 個体と長時間にわたり物理的に接触し続けた非常な樹木は、新たな SCP-299 個体に変化することが判明しており、この物理的接触により個体数を増加させる手法が、現在までに確認されている SCP-299 の唯一の繁殖方法となります。ホイ299の1。SCP-299 個体は、その部位の全てを用い繁殖が可能であることが判明しています。また、接触対象を新たな SCP-299 個体に変化させるには、長時間にわたる物理的接触が必要であると判明しています。SCP-299 個体に接触された樹木は、接触から数分が経過した後に変化を開始し、まず最初にその葉を落とし始めます。その後、比較的底部に存在する枝は、地上から30センチメートルから100センチメートル付近にまで移動し、その先端部を鋭く尖った形状へと変化させていきます。比較的高所に存在する枝は、葉を残した状態で上方へと移動後、非常に密度の高い樹幹を形成することが判明しており、その影響により、上空から SCP-299 個体を発見することが困難となります。ホイ299の2。底部へと移動した枝から採取したサンプルを分析したところ、その先端部を構成する素材は、樹木の他の部位を構成する素材と同様のものであることが判明しましたが、その形状は、非常に鋭利なものへと変化していることが確認されました。生物の体内に SCP-299 が侵入した場合、それがわずかな破片であっても致死的影響を及ぼすことが判明していることから、SCP-299 の枝の先端部に直接接触することは推奨されません。詳細は、実験記録299の1を参照してください。また、SCP-299 個体の根元からは、全長2メートル程度にまで成長するツルが上方へと伸びる様子が観測されます。このツルは、しなやかさと伸縮性を合わせ持ち、SCP-299 個体に接近した生物を強引に捕獲し、下部に存在する枝へと突き刺す様子が観測されています。枝に突き刺さった生物は、時間経過とともに分子レベルで分解され、SCP-299 個体に吸収されることとなります。さらに、SCP-299 個体からは、接触、吸引した生物の被害妄想及び攻撃性を増大させる性質を有する、未知の化学物質が放出されていることが判明しています。放出された化学物質と接触した生物の群れや人間のグループは、その影響により分裂し、単独行動を取り始める個体が増加することとなり、結果として、SCP-299 が蔓延する地域へと侵入する個体数が増加することとなるようです。ホイ299の3。SCP-299 より採取されたサンプルを詳細に分析したところ、その木部は、と類似した特徴を持つ、非常に脆い物質へと置換されていることが判明しました。SCP-299 を構成する全ての細胞は、動植物内に侵入した場合、細胞単体で対象の全体、または全身を新たな SCP-299 へと変化させることが可能であると実証されており、脆く壊れやすい物質への帰還は、対象への侵入機会を増加させるために行われているものと考えられています。実験記録299の1。例によって、実験記録の内容はここまでの紹介と重複するものが多いので、要所のみの紹介にさせてもらうぜ。実験材料、ハエトリソウ ×1。担当研究員。博士。実験内容。ホイ299の4。
O5 司令部より、SCP-299 の研究担当職員に対し、食虫植物を用いた実験を控えるよう指示がなされました。実験材料、豚 ×1。担当研究員。博士。実験内容。SCP-299 より採取したサンプルのかけらを、豚の体内に注入する実験を実施しました。サンプルを注入すると、豚は鳴き声を発しながら暴れ始め、地面に倒れた後に痙攣を開始しました。生命活動の停止が確認された後、サンプルを注入した部位である背中より、目に類似した外見を持つ細い体毛が生えてくる様子が観測され、豚の死骸は SCP-299 を構成する物質に置換され始めました。置換が開始されてから約2時間後、豚の死骸は通常の SCP-299 個体と同様のハトツルを持つ、新たな SCP-299 個体へと完全に置換されました。その後、被験体は焼却処分されました。ホイ299の後。2000年月日現在、エリア299に収容されている SCP-299 に、標準的な形状からの逸脱が確認され始めており、地面から直上へ2メートルほど伸びる、白い花を咲かせる様子が観測されています。逸脱が確認された後、新たな変異に危険性があるか否かを判断するため、標準的な手順に従い D クラス職員が現場に派遣されました。派遣された D クラス職員が白い花に接近したところ、花びらが非常に高い柔軟性を持つツルへと変化し、D クラス職員の頭を掴むと、そのまま SCP-299 本体へと引き寄せる様子が観測されました。その後、現場に存在した全職員に退避が命じられ、待機した職員は48時間隔離されることとなりました。さらにその5時間後、SCP-299 に捕獲された D クラス職員が、無傷の状態で SCP-299 内より出てくる様子が観測され、他の職員と同様に、48時間隔離されることとなりました。当該 D クラス職員は、隔離措置に対し強い抵抗を示し、抵抗に際し、対応を見なければならない、との発言を繰り返しました。D クラス職員の隔離から10時間が経過した頃、D クラス職員は突然意識を失い倒れると、その頭と胴体から、SCP-299 のものに類似した数本の枝を伸ばし始めました。その後、D クラス職員は終了処分され、その体より成長した SCP-299 と共に焼却処分されました。当該事案の発生を受け、収容プロトコルの改定が検討されています。報告書の紹介は以上だ。物理的に接触した動植物を、地震と同様の性質を持つ存在へと帰還、または吸収することにより地震の一部にする性質を有する。樹木のような外見をした未知の生物、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。個体ごとに独立した存在なのか、竹林のように全体で一つの存在なのかは定かではないが、あらゆる植物を地震と共通の特徴を持つ存在へと帰還する性質と、動物を誘引、捕獲、吸収するという性質を併せ持つため、何かのきっかけで大繁殖でもしようものなら、動植物の多様性や生態系に大きな打撃を与えることになるオブジェクトということだな。普通に燃やすだけで処理することは可能みたいだけど、細胞の一片でも残っていればまた増殖してしまうわけだから。収容外に存在する個体を根絶するのは財団でも難しいかもしれないわね。ああ、そうかもしれないな。報告書の最後にあったように、置かれている環境に応じて自身を変化させる性質も有しているようなので、収容されているか否かに関係なく、油断できないオブジェクトということだな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。